がですね、ちょっとこのような場所で、ちょっと今日風が強いんですよね。なのでちょっと私の声が聞き取りづらいかもしれませんが、なぜ私がですね、いきなり自分の動画で、話をしているかというと、私のヘリテージをですね、愛車の紹介を、初めて、させてもらおうかなと思って、今カメラを回しています。私のヘリテージはですね、2021年式の、ヘリテージクラシックになります。ほぼほぼ原型はないというか、原型はあるんですけど、もうデフォルトというか、購入した時のスタイルだったり、カラーだったり車体の色とかですね、ほとんどもう元の購入した時の状態はほとんど残ってないようなぐらい、いろいろカスタムをしました。で、先ほども話した通り、つい最近だとこのエンジンをですね、カスタムをしまして、で一緒にプライマリーの中のドライブトレイン系とかもですね、一緒にカスタムをしました。ほとんどもうこのエンジンとかプライマリーの中身なんで、見た目のビフォーアフターみたいなのはほとんどないんですけどね。唯一今回のカスタムで見た目が違うところといえば、このプッシュロットカバーですね。こちらはジムズのロープロファイルプッシュロットカバーというやつなんですが、この通りですね、ここの土台の部分がミルウォーキー8だとちょっと背が高い土台なんですけど、ジムズのやつはこのように背が低いので、メンテナンスするときに手が入りやすくて作業しやすいっていう利点があります。あとはこのプッシュロットカバーの、このノーマルだとこの辺りにクリップがついてると思うんですけど、ジムズのやつはそのクリップがなくて、このようにもうストンとスムージングされたようなデザインの見た目になるので、これが非常に気に入ってですね、このエンジンを組んでくれた、西澤さんというビルダーがいるんですけども、その西澤さんのストリートグライドに同じものがついていて、見せてもらった時にですね、一目惚れして、僕も同じものをつけたいですっていうふうにお願いして発注してもらったんですけど、すでにもうジムズでこれは生産中止になってて、日本国内にも数が限られてて、多分最後の一つであったであろう、このクロームのジムズのプシロットカバーをですね、強引に取り寄せてもらったっていうところですね。黒は結構在庫があったんですけど、クロームがもうほぼほぼなくて、本当に最後の一つかもしれないものをつけてもらったっていうところですね。本当にこれは本当に見た目がかっこいいんで、今回のカスタムの中でも結構お気に入りポイントですね。で、一つ僕はここでですね、この動画で宣言したいんですが、僕の自己満なんですけど、現行のハーレーのエンジンはミルウォーキー8という名称がついてますけど、私ですね、このエンジンカスタムを機に、私のエンジンはこのエンジンを組み上げてくれた、ビルダーの西澤さんの名前を冠してですね、西澤スペシャルと以後、呼称したいと思っています。本当にその今回西澤さんにエンジン周り、エンジンとプライマリーをカスタムしてもらって、で最後の、燃焼もしてもらって、本当に最高の仕上がりで作ってもらったので、その感謝の意味を込めてですね、私のこのヘリテージのエンジンは西澤スペシャルと、これからはですね、
呼んでいきたいと思っています。で、エンジンカスタムに関してはもうこれまでの動画でも出しているので、詳しくはそちらを見ていただければと思うんですけども、ざっくり言うと114キュービックインチだったエンジンを132キュービックインチに拡張してます。 CC に換算すると約 2163cc だったかな、まあ、いわゆる 2000cc オーバーで、この1シリンダーだいたい1リッターちょっとの容量がある、排気量になってます。で、反対側だと、もしかしたら逆光で見えないかもしれないですけど、シリンダーの根元にはこのメサンガスの刻印がシリンダーに入っているということですね。シリンダーヘッドの中にはキブルホワイトの強化バルブスプリングだったり、チタン製のカッター、そして S&S のローラーロッカーなど、もうごそっと強化パーツに入れ替えてます。でローラーロッカーなんかも、スタッドボルト方式に、変えて、ちゃんと耐久性の高いものにしたりとか、あとヘッドのブリーザーとかもですね、フューリングのビレットの、ちゃんとしたブリーザーに変えてます。ノーマルだと樹脂製で非分解で付けられてるブリーザーなんですけど、皆さんご存知だと思うんですけど、ヘッド周りがやっぱり熱をすごい持つ場所なので、その場所に樹脂製のブリーザーってやっぱりもうすぐ熱変形しちゃって、もうブリーザーの役目をしないんですよね。まあオイル量が増えたっていうのもあると思うんですけど、ミルウォーキー8は結構プロバイが多い、なんかプロバイが出やすいっていう症状が結構目立ってるんですけど、まあもし皆さんもヘッドを開けた時にはブリーザーをヘッドブリーザーを変えてあげると、その辺の症状が落ち着くかもしれないですね。まあ、ブローバイはいろいろ他にもパーツが出てるので、他にもいろんなやつに下げるようなパーツが出てるので、まあヘッドブリーザーじゃないにしろ他の手段でも調整はできると思うんですけど、シリンダーヘッドを開けた時にはそういう方法もありますよってことですね。で、先ほども話したようにプライマリーですね、プライマリーの方にももう閉じちゃってるんでわからないんですけど、一応画像を差し込んでおきますけど、こっちの前の方ですね、ここにダークホースのコンペンセーターが入ってます。で、こっちのなんかすごく曇ってますけど、うっすら見えてる VP クラッチがあるんですけど、その後ろっていうんですかね、まあ、クラッチトラスクの、アルミビレットのクラッチバスケットを今回入れてます。あとはこの真ん中あたりになるんですけど、プライマリーチェーンにテンションをかけてるチェーンアジャスターってやつがあるんですが、ノーマルだと、オートチェーンアジャスターっていう、まあ、その名前の通り自動でテンションをかけてくれるものなんですけど、それが結構実はいたずらをするというか、チェーンを張りすぎてしまう傾向があるので、僕はマニュアル式のチェーンアジャスターに今回変えて、まあ、適度なテンションが張ってくれればもうそれでいいので、マニュアルの、チェーンテンショナーに変えました。今回このドライブトレインの中身を変えたことで、特にダークホースのコンペンセーターですね、ノーマルは結構遊びがある仕様なんですけど、ダークホースのコンペンセーターはもう遊びがなくて、本当にトラクションがダイレクトにリアタイヤにかかってるなっていうのが体感できるぐらいの、変化がありましたね。でその代わり副作用じゃないですけど、エンジンブレーキをかけた時には結構ノーマルより激しくエンブレがかかる傾向にはあります。なので本当に良くも悪くも体感変化を感じられるカスタムパーツの一つですね。でエンジンに関しては132キュービックインチにしたことで、まあ、前の動画でもお話ししてますけど、馬力が113馬力で、トルクがだいたい3000から4000回転にかけて、18キロ、トルクが最大で18キロ、発生するエンジンになってます。
で、今回のエンジンカスタムで、配管も変えました。もともと S&S の475っていうパワー型のカムが入ってたんですけど、今回アンドリュースの、474というトルク型のカムに変更しました。ちょっとですね、この2 in 1 と、パワー型のカムっていうのが相性があまり良くなくて、前の、仕様だと結構低中速にトルクのへこみができてしまって非常に乗りづらかったんですね。なので、まあ、マフラーは結構気に入ってるので、このままでパワー型のカムはやめて、今回トルク型のカムに変更して、もう本当に低中速の回転域で扱いやすい出力特性ということで、西澤さんには年長をお願いしました。まあ、そのおかげで結構本当にアクセルを開けば鬼のような加速をするし、別に普通に走りたければアクセルを絞ってダラーっと走ることもできるので、非常にその二面性をいい意味で持ったいいエンジンに仕上げてもらいましたね。で、その他僕のヘリテージはこの3年間で本当にちょこちょこずっとカスタムをしてたので、本当に足回りでいくと、フロントにはリックスのスーパースティーブというホイールを入れてます。フロントは17インチですね。でリアは16インチになります。こちらですね。でちらっと見えてると思うんですが、ブレーキキャリパーはブレンボの M4 というタイプのラジアルマウントキャリパーに変更してます。フロントも同じく M4 のラジアルマウントキャリパーですね。でディスクは前後ミスミのディスクに変えてます。で、当然のことながらブレーキのマスターシリンダーも、ブレンボのですね RCS だったかな、ラジアルマスターシリンダーに変更してます。オイルタンクもこういうちょっとしたアルミブレッドのものに変えてます。で、あ、そうだ、同じく足回りでいくとちょっと分かりづらいかもですけど、フロントフォークの、中はですねオーリンズの、ニックス22というカートリッジに変更してます。当たり前ですけど左右両方ともオーリンズが入ってます。このサドルマンのシートの中、これを外すと、リアもオーリンズのリアショックが入ってます。あとは何だろうな、サドルバッグも買いましたね。これはあのハーレー純正で、デフォルトのバッグだとリジットタイプで、いちいちボルトを緩めなきゃ取れないんですよね。なので デタッチャブルタイプのバッグに変更しました。ちょっとヘリテージ感がこのバッグだと薄れちゃうんですけどね。まあでも洗車の時とかやっぱ楽なんで、パパッとすぐ外せるんで、ちょっと横着な僕にはこういうバッグが合ってるなっていう感じがしました。であとは、給排気だとエアクリーナーは、スクリーミングイーグルのハイフロータイプの、まあ、いわゆる弁当箱タイプってやつですかね、のエアクリーナーに変えてて、で見づらいんですけど、インテークマニホールドも、ホースパワーインクのやつに変更してます。でマフラーは2 in 1タイプの、ラインハートですね、ラインハートのマフラーに変更してます。このぐらいですかね。まあ、あと灯火類なんかは全部純正ですけど LED に変更してますね。あとは何だろう、あとはハンドルは、カルリーニデザインのイービルエイプっていうやつの、14インチを入れてます。同じくハンドル周りだとシールドが
クロックワークスの、クリアタイプに変更しました。これも高さは確か14インチだったかなっていうところですかね。あとはリアタイヤ、ノーマルだと150幅なんですけど、私は今160幅のタイヤを履かせています。この方がちょっとマッシブに見えるんで変えてみました。本当にコンセプトは、ヘリテージっていわゆるクラシックタイプのモデルですけど、その中身はパフォーマンスマシンの、要素をふんだんに盛り込んで、見た目はクラシックなんだけど走ったらめちゃ速いっていうコンセプトで、もう足回りからエンジンから全部しっかり作り込んだっていうお気に入りの私の一台ですね。ほぼほぼ全部手を入れたんじゃないかなって思えるぐらいやり尽くした感がありますね。であと細かいところでいくと、ボルト類、エンジンと、ミッションケースと、あと、もうこういうところ全部ですね。プライマリーの、ネジとか、見えづらいですけど、ミッションケースのボルトとかも全て ARP 製のボルトに今回変えてもらいました。大変気に入ってます。こんなところですかね。3年かけてここまで自分の思い描く、バイクに仕上げてみました。まあ、私個人的にはちょっと年齢的にもうこれが上がりのバイクかなと思っていて、最後のバイクかもしれないので、まあ、後悔のないようにこのヘリテージはやりたいことを全て盛り込んでみたっていう感じですね。今鳴らし中なので、あと100キロちょっとでエンジンカスタムしてから、1000キロ走り切るので、今のところ特に不具合もなく、オイル漏れとかもなく、順調に走ってくれてるので、これでまずは初回のオイル交換をして、ひとまずは落ち着くんじゃないかなと。で、来年の春にはまた、四国九州とか、家出を考えているので、まあ、それまでにですね、何か不具合が出るんだったら早めに出て、まあ、生み出しはもう早い方がいいので、まあ、そのまま何もなければですね、結果往来で、あとはもう旅に向けてですね、準備進めていくだけなので、まあ、この僕の理想の形となったこのヘリテージを旅でも、そして近所走る時でもですね、一緒に、こよなくこいつを、愛していこうかなと、めでていこうかなと、もう走れなくなる、くず鉄になるその日まで、こいつと一緒にどこまでも走っていきたいなと思ってます。それではですね、長くなってしまいましたが、そうだな、私が今最も大切にしているものの一つ、このヘリテージを、紹介させてもらいました。まあ、今後もですね、まあ、僕の番組そんな大した番組じゃないんですけど、もしよかったら、また暇な時にでも僕の番組見て時間つぶししてくれたらなと思ってます。今回は最後までご視聴ありがとうございます。また、次回の動画でお会いしましょう。